埼玉県と千葉県の浄水場で有害物質のフォルムアルデヒドが検出されたことから取水の停止が相次ぎました。埼玉県によりますと、おとといから昨日にかけて城ヶ島、城ヶ浄水場などで浄水処理した後の水が全面の水を超える有害物質のフォルムアルデヒドが検出されたということで、